皆さん、こんにちは。こんな危ない町は今すぐ出て行きたい。ダメよ、まだレインマンの謎が解けていないんだから。それではレインマンのエンディング回収をやっていきましょう。最初からご覧になる方は前回の動画からご覧ください。ゆっくりメガネの時間が始まるよ。ゆっくりしていってね。ここでジョーの車に乗せてもらわないで歩いて帰るを選択してみようか。歩きはきついけどね。ここで乗らないを選択。それならお好きなように。ちょっとムカッとしてるのが伝わってくるわね。さて、ひたすらこの土砂降りの中を走って帰るしかないな。真夜中にひたすら走るのマジで怖いんだけど。バス停で雨宿りしたいくらいだ。誰かいる？消えたぞ。もう狙われちゃってるの確定じゃん。人里離れた駐車場？見覚えがあるな。ねえねえ、さっきから口笛聞こえない？耳鳴りじゃなかったんだ。人影が？こんばんは。誰かいますか？話しかけちゃったよ。歩いて帰るのは問題があったわ。お店に引き返してデイブかカレブに送ってもらうのが一番ね。店まで結構遠いですけどね。てか右に行けなくない？間違えた道。戻るしか選択がないってわけね。あともう少しでお店に着くな。停電。真っ暗でどうすりゃいいんだよ。あなたは誰ですか？私に何の用だ？レインマンの仕業だったのか。レインマンに喧嘩売っちゃったよ。頼むから立ち去って、誰にも言わないから。何よ。ナイフを取り出したわ。これは早急に逃げなきゃ。ちゃってる。うわぁ。ここは？捕まったようだな。逆さずりとはひどいことをするわ。出血もしてるようだ。なんなの？ここはどこ？サイコパス恐るべしだわ。参加してくれてありがとう、スージー。くつろいでいってね。どうしたらそういう考えに行き着くのかが疑問だよ。くつろげないわね、さすがに。なぜこんなことを？私があなたに何か悪いことをしましたか？かなりの正論だ。私に何をしたかよくわかってるはずだ。すべての血はお前の手にある。血とか絡むと宗教絡みかと思っちゃうけどね。どうせ逆恨みかなんかだろ。私は生まれ変わった。水によって清められたあなたのように。罪悪感を洗い流す。あなたへの憎しみを洗い流して。さらば、母よ。え？スージーの子供がレインマンってこと？どう見たって違うだろ。ナイフを取り出したわ。ロープを切られてしまった。なんというむごいことを。スージーが殺されるエンディングだったとは。水の墓エンディングにだって。なんて後味の悪さだ。結局はレインマンの正体わからずだったわね。次はジョーに車で送り届けてもらった後だな。この車に見覚えがある。とりあえずは部屋に入りましょうよ、寒くって。前回は電話が鳴って出たけどレインマンが侵入する前に銃の確認だ。ここにお父さんの銃があるんだ。決して好きではないけど。アンディが刺されてレインマンが侵入してるところなのよね。こうなったらレインマンをずっと尾行するなんてどう？刺されちゃってるけどね。意外と尾行って難しいのな。また刺されてるって。あれ？また逆さずりされちゃってるけど。同じエンディングだったのかしら？スージーもレインマンも前と同じこと言ってるけどな。なぜこんなことを？あなたは私のボーイフレンドを殺した。会話に変化があったわね。元ボーイフレンドだ。あのバカは私みたいに傘も持たせてくれなかったじゃないか。え？傘？ってことは。カレブ？あなたなの？どうして？なんで？いい人だと思ったのに。この辺の会話は同じ内容だな。結局スージーが死んじゃうエンディングだったわね。ま、でもレインマンの正体が分かったから少しスッキリ。隠された秘密エンディングさんだって。顔は割れたから今度は動機が知りたいよな。じゃあここは開けないを選択ね。これは信用できない。無視するのが一番だわ。アンディ完全に締め出されたな。悲しいわね。なんだ？テレビか？ニュースね、レインマンのことばかりでしょうけど。こんばんは、クリスタルパイングローブ、トッド、ルーミスです。彼女の名前は、メアリー、ベイカー。あまりに無残な姿で発見されたため、警察はすぐに彼女の身元を特定できなかった。メアリーはバスタブの中で溺れ、切り刻まれた状態で発見された。他の殺人より個人的な印象を受けた。彼女は精神病院から退院したばかりだ。10代の息子を溺死させた後、精神病院に収容されていた。名前はジェイソン・ベイカー。彼は8分間死んでいたが蘇生した。間もなく行方不明になった。警察は息子がレインマンと関係があるかどうかはわからないと話している。少年の父親の行方は不明。あの女性だ、
メアリー、彼女は私に似ている。音が2階から聞こえる。なんか、残酷なニュースだったな。レインマンと大いに関係がありそうだわ。奇妙だわ、この窓は閉まっていたはずなのに。窓が開いた音だったみたいだな。電話が鳴ってるわね。こんばんは、スージー。鏡を見てごらん。え？鏡？どこにあったっけ？電話はレインマンかしら？うわ、なんだよこれは。私の家に誰かいる。外に刑事がいたはず、彼が助けてくれる。それはパーカー刑事のことかね？あまり当てにしない方がよくてよ。また口笛が。誰かそこにいるの？また追いかけてきたよ。走ってばっか。行き止まりじゃん。大丈夫よ、スージー。考えて。いい案は出た？鋭利なドライバー、武器として使えるわ。彼と正面から向き合うか、ガレージのドアから逃げるかだ。犯人を入れるか、入れないか？戦うしかないわね。レインマンが入ってきたところを一刀両断だ。来たわ。見事に命中だ。でも、浅かったみたい。この代償は払ってもらう。窮地に立たされたな。でかい声で助けを呼ぶしかないわ。アンディ。ナイススイングだ。スージー、大丈夫？助かったわ、アンディ。アンディ？どうして、ここで何をしているの？外で刑事が死んでいるのを見つけ争いと叫び声を聞いた。あなたが危険な状態だと思ったんだ。やはりパーカー刑事は殺されてたのね。ああ、アンディ、本当に申し訳ない。何もかも。私もだ。アンディが大活躍だったな。間一髪だったものね。え？あんなことがあったのに何この和やかなムードは。雨のち晴れエンディング4だってさ。これはプルーエンドじゃないの？ま、一応ハッピーエンドなんじゃないの？アンディの気持ちが報われたエンドだったわね。次は、レインマンが侵入しちゃったところからだな。銃だ、もうない。何をしても結局は侵入を許しちゃう展開なのね。またどこかで待ち伏せされてる展開じゃない？何か武器を見つけないと。うわ、いきなりかよ。これで何回目の逆さずりなのか。毎度出てくるこのバスタブは何か理由があるのか。ニュースでやってた事件を思い浮かべちゃうけど。なぜこんなことをするのかはわかっている。彼女を思い出すからでしょ？母親を。あなたはジェイソンね。ジェイソン。レイカー。覆面外したぞ。畜生、スージーその嫌な名前を使うな、ジェイソン。レイカーは死んだ。やっぱり事件と関係があったわね。カレブ？あなたなの？そうだ、母よ私はカレブ。あなたが私を溺れさせた後、私は生まれ変わった。母親に殺されそうになって精神が崩壊しちゃったんだろうな。母よあなたもそうでしょう、あなたへの憎しみを洗い流すんだ。そもそもスージーは母親じゃないのよね。ジェイソン聞いて、私はあなたの母親じゃない、母親は死んだの。似てるだけで襲われるとか猟奇的すぎるよ。あなたのお母さんがあなたにしたことはフェアじゃなかった。でも私を溺れさせても痛みは消えない。そうよ、そうよ。話してよ、ジェイソン。もう終わらせましょう。台無しだよ、スージー全て台無しだ。あ、言いたいこと言って逃げたぞ。私の命をどうか助けて。なんとか下ろすことができないかしら。どうやれば自分を奮い立たせることができるの？ちょっと待って、まだジョーのライターがポケットにあるんだ。これでロープを燃やせるわ。ジョーよ、また救われたぜ。命の恩人だわ。このライターに何度救われたことか。他のエンディングでも救われたものね。なんとかうまくロープを燃やせたみたいだ。出口を見つけないとね。カレブのやつどこ行ったんだよ。戻ってくる前にこの部屋から脱出しないと。ここは下水口？また地下みたいだからそうじゃない？カレブがいたぞ。襲ってこない？これは母が私の頭を水中に押さえつけようとした時に口ずさんだ歌だ。この曲は怪しい影が出るたびに流れていたもんな。悲しい思い出の曲だったのね。彼女は邪悪だったのよ。結構ストレートに言っちゃうのね。ジェイソン、あなたにそんなことが起きていたなんて悲しいわ。子供の頃のトラウマよねー。帰ってくれ、スージー。はしごを登ると古い材木工場に出る。あとは道がわかるだろう。もう二度と会うことはないわ。早くここから出て警察へ行こう。帰り道わかるかしら？やった脱出できたぜ。こんなところさっさと退散よ。また追いかけてくるかもしれないし。でもさ、雨の中ひたすらダッシュばっかだな。筋肉ばっかついちゃうわよ。あ、パトカーだ、遅いって。警察はいつもこんなもんよ、ゴテゴテなのよ。スージー、大丈夫か？大丈夫なわけあるか。
はい、大丈夫です。どうやって私を見つけ出したの？パーカー刑事が見張ってたんじゃない？死んじゃってるって。ボーイフレンドから電話があったんだ。犯人の車のナンバーを教えてくれたんだよ。アンディだったのね。スージー、犯人はどこにいる？どうやって逃げたんだい？死に物狂いで逃げたんですよ。警察が遅いから。彼がいなくなった隙に私はなんとか逃げ出した。彼が今どこにいるのかはわからない。もう逃走してこの辺りにはいないんじゃない？まあ、無事でよかった。ここから出よう。パトカーで家まで送ってってくれよ。レインマンの素性が随分と明らかになってきたわね。現れた慈悲エンディング後だって。次は何が明かされるのかしら。ここで犯人をドアから入れないを選択だ。車で逃げちゃいましょうか。ガレージから逃げられそうだぞ。なんてこと、アンディここで何をしてるのよ。あなたの家の前に警官の死体を見つけた。それに不気味な男がうろついていたんだ。危ないと思ったんだ。私の家が襲われている時にたまたま近くにいたってこと？信じてくれスージー、私はストーカーじゃない、ただの偶然なんだ。警察署に駆け込もう、すぐそこにあるから。アンディを信用する？一緒にアンディも警察に連行しちゃうか。ストーカーを否定してたけど、やってることはストーカーなのよね。自覚がないもんなんだよ、ストーカーしてる人って。勘違いやろうってことだもんね。ま、とりあえずは警察署へ行けば状況が変わるだろ。このフェンスを乗り越えよう、スージー。警察署への近道だ。わかったわ、力を貸して。まさかこんな格好でフェンスを乗り越えるとは。もう少しで着くのかな？レインマンが追いかけてきてないか心配だけど。もうすぐだよ、スージー。よかった、あと少しだって。無事に着きそうね。うわぁ、アンディが。レインマンじゃない、先回りしていたとは。アンディ、すまないが警察署へ行くぞ。後で救急車を呼んでもらうからね。どうして警察署へ行くことがレインマンにバレたんだ？やっと着いたわ。おまわりさーん。お願い助けて。アンディがレインマンに刺されてしまって。どうしたんだ、お嬢さん。落ち着いてくれ。これが落ち着いていられるかってんだ。彼が私を追っている。私のボーイフレンドを殺したの。彼は外ゲートにいる。レインマンが来てるの。誰が狙っているんだい？外にいるのは誰？察しが悪いな。レインマンよ、彼はここにいる。わかりました、お嬢さんはじっとしていて。私が見てきます。何この危機感のなさ。ついでに救急車も呼んでくれよ。もっと迅速に動けないのかしら。見に行って戻ってきたぞ。申し訳ないお嬢さん。外には何もありませんでした。ボーイフレンドの遺体も見つからなかった。ちんたらしてるから逃げられたのよ。もっとよく見てきてじゃないと私が彼に殺される。まったくやる気が感じられないもんな。聞いてくれ、今私にできることは何もないんだ。あなたを保護してボーイフレンドを探すくらいしか。じゃあ早く行動に移してほしいもんだわ。家に帰りましょう、お嬢さん。レインマンを取り逃がしたからまた襲撃されるだろうな。未知なる水エンディング6だって。次のエンディングで最後だな。謎がいろいろと解消するといいんだけど。次はここでアンディを信用しないで進めよう。アンディが絡むとアンディ死んじゃうしね。私に近づかないでよ、アンディ。拒絶感半端ないな。これだけ襲われてたら疑心暗鬼にもなるわよ。さてどこに逃げようか。とりあえず警察署へ向かってみましょうか。そうだな、保護してもらえるかもしれないし。ひたすら走っとけばいずれ着くかな？あ。スージー、どうかしたのか？悲鳴が聞こえたぞ。襲われたからね、レインマンに。カレブ？ああよかった、誰かに追われてるの。え？どこにいるんだい？わからないわ、彼は私の家の中にいたの。なんとか逃げてきて今、警察署に向かっているの。いい判断だよ、スージー。私の車がこの通りにある、もっと早く着くからついてきて。走って行った方が安全だと思うけど。だな、車に乗るのも躊躇するけどね。今までの流れで行くと危ない決断にしか思えないわね。カレブ、この雨の中バス停で何してたんだよって話だしな。これが僕の車だよ、スージー。さあ乗って。強制的に乗せられちゃったわ。どこに連れて行かれるんだ？どっからどう見ても警察署ではないわね。やっぱりな。このままカレブについていくのが危険すぎるわ。カレブについていく以外に選択肢がないみたいだな。ここは一体どこなの？廃墟となった古い製材所だ。1979年以来ここには誰も住んでいない。レインマンにここが見つかることはない。心配しないで。本当かよ、
廃屋ってだけでいわくつきな気がするけど。なんでこんな場所に来たのかしら。私はレインマンについて話していない。あ、確かに彼としか言ってなかったはずだ。ナイフのように鋭いね、スージー。私は一つ口を滑らせてしまったようだね。幾多の修羅場をくぐってきただけあるわね。またこの口笛か。どんな心境でこの口笛を吹いているのか。トラウマのこの曲。あなたがレインマン、信じていたのに。知らない人を信用しちゃダメだよ、スージー。それが名前を知っている人でも。さあ、静まって母よ。もうすぐだ。母親に対しての依存が半端ないわ。ドライバーはポケットに入れたままだ。ガレージで見つけたやつだな。ドライバーで応戦するしか助かる道はないわね。近づいてきたぞ。うわぁ、刺した。やられる前にやってしまったのか。血の海エンディングなな。なんだか釈然としない終わり方だったが全エンディング回収できたな。幼い時の母親の行動が子供に与える影響が大きいことが伝わったわ。さて、退職願いを出してこの街を出よう。エンディング回収も無事にできたので終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、またね。この動画をご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょっと、空気の読める男ではなかったのか？空気は読んでるつもりだが。マジか。おすすめ動画と関連動画もぜひご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。